前回に引き続きまして、またこれやります。焼きそば辛いやつで、前回男性だけでいろいろ食べてやったんですけど、まあ、今日は女性のリアクションももらおうと思ってまた買ってきました。辛いのが得意っていうわけでもなくて、ただ同じ総務の女性のスタッフを連れて今日はやりたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、始めます。百ちゃん、辛いのどれぐらい食べてます？あ、ゼロです食べれません。前回ね、僕火薬入れるの忘れて30秒前に入れてたら、うん、パリパリのマックになったまあ火薬入れ忘れずに、はい、じゃあそれをお湯入れに行きます。はい、そう、辛いのは固まっとったらね、そうですね、火を振っとこう。だってマスクしててもめっちゃ匂い。マサイさん、これ入れたら食べてな。え、ちょっとそれぐらいにします。多いぐらいだと思う。多いぐらいですかね。多分。ちゃくちゃん。明らかに根性おかしいですけど、分けたんで今から食べていきたいと思います。はい、僕から食べます。うわ、もうなんか。一回食べてるからなんかあんまり乗り気じゃないな、これ。はい、じゃあいただきます。よく言いますよね、こう辛いの食べた後、飲み物飲まずにそのまま次辛いの食べた方がいいって言うけど、うん、やっぱ飲む。飲んだ方がいい。辛いけど、でも美味しくないかと言われて美味しくないことないね。美味しいですけど。美味しいですけど。え、痛い。涙出ないですか？痛い。涙は出ないけど痛い。いや、なんでみんなそんな汗かいてない？でも量が違うから。カレー食べましょう。カレーこのまま行った方がいい？いや。痛い。うん、カレー焼きそば、うん、カレー焼きそばうん、カレー焼きそばうん、カレー焼きそば、もう味が麻痺してカレー焼きそば。でもカレーの方が美味しいかも。うん、うん、美味しかった、食べた。うん、うん、カレーの方が食べれますね。多分ね、前回逆したらもうこっちは味しなかったんで、うん、あこっちで麻痺しよって今カレーはねしか、うん、カレーはなんかその辛さが分からへんぐらい痛い。あ、めっちゃ汗出てきた。なんかこの辺痛いんですけど。あ、今ね、多分喉通ってこう痛い。めっちゃなんかすごい痛い。じゃあちょっと次誰かまた食べてもらう人探します。百ちゃん、次、前回と同様で助っ人また呼びました。これ前回入ってもらった小林さんと経理から、井上さんと藤下さん入ってもらいました。はい、辛いのどうです井上さん。嫌いですよ。食べれる自信はないです。でもなんか楽しそうですね、なんか。いや、楽しそう、無理やり連れてこない。じゃあ藤下さんどうですか。いや、辛いの全然ダメですね。全然ダメですか。全然ダメ。ココイチは1からぐらいやね。たぶんやばいかもしんないですね。それあれですよ、僕ら黒谷さんが食べた料理少ないですよ。そうですね、私の方が食べました。それはちょっとお昼カレー食べたんでカレー少なめにして。あ、カレー少なめにして。僕行くから全部行きましょうか。全部はちょっとこのぐらいです。まあ課長はしょうがないですから、ね。食べていただきたいと思います。2回目ということで、お祝いの発表です。祝い橋。じゃあ、行くか。行きますね。もう行きますね。これやばい。ここからじわじわ。そうそうそう。
でも、そうだね。静かに食べる。でも、十分いけますよ。あれなんか僕らがさしたらやらせみたいな感じだよね。お米さんもちょっと余裕だ。あれちょっとシャックリーが出そうみたいな。え、余裕さん余裕やったら、もうちょっと。余裕や、余裕や。あ、辛いちゃいます、やっぱ今。あ、絶対来てますね、これ。ちょっと泣いてますね。辛っ。熱い。暑いでしょ。ここなんかちょっと強くなってるし。もうちょっと食べてもらえば全然いいですけど、どうですか。もうちょっとはいらんね。ヤクちゃん。最後ちょっと焼きそば残ってるんで食べてもらいます。美味しい料理担当の柳です。はい、お願いします。はい、はい、じゃ あの食べていただいて、普通にあのシンプルに感想を聞かせてもらうだけで大丈夫です。感想、はい、はい、じゃあいただきまーす、はい、あ、おいしいですか。うわ、辛い、めちゃ辛い。これアウトやで、これ。これなんか入ってんねん、ちゃんと。ね、これが、最近ちょっと新発売出たペヤング あの大盛りで極激辛っていうやつ、やつですね。はい、多分最後の一番ソースが絡んでるとこかもしれないです。汗かいてきた。うわー、辛っ。あ、めっちゃいいリアクションですね。なんかさっき食べてもらったんですけど全然リアクションなかった。辛いのって普段食べられます？食べへん、こんな。さっき言ってたよ。そういうドッキリで。そうやった。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。辛っ。ひゃくちゃん、はい、ありがとうございました。出演していただいて、あ、宮城さんに関してはほぼドッキリで、あの焼きそば食べるだけですって言ってもらったので、多分心の準備が何もできてなかったです。申し訳なかったですけど、すごいいいリアクションだったので。あの、またこういう企画やるときはまた参加の方がよろしく。そんな感じでいろいろ今の企画を持っていただいて、はい、またこれからも協力よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。